おはようございます。さすらいサーフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はですね、なんとニューボードが完成しました。イエーイ。いつもねモジーブランドっていうサーフボードに乗ってるんですけど、それの工場がモジーズサーフラボが東金にあるんですけど、ちょっとそちらの方に取りに行きたいと思います。で、実は何日前ぐらいかな、1週間前ぐらいかなに、ニューボードをね、ペイントっていうの、カラーリングっていうか、ちょっと色を塗るのをね、ちょっと体験させていただいて、じゃーん、それ持ってみてもいいですか。もしぶつけちゃったら、はい、こんなものがいいです。プレッシャーやん。わかる。Trying to play me, they ain't know no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Chanel made plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last dog, you can do better. じゃーん。こんな感じで塗れました。ちょっとね、まだらなんだけど、裏はゆうへいくんが塗ってくれるみたいなんで、とりあえず表だけ。このね、デザインをどうしようかなと思って、この前この四角にしたんで丸にしようかな、迷う。ちょっとあとこのデザインね、どれにするか、どこにつけるか決めて、ちょっとまた裏塗ってもらってまた取りに行きたいと思います。で、いつもショートボード、まあ、ジャックっていうモデルに乗ってたんですけど、モジーブランドのニューモデルを今回作っていただいて、まあ、サイズだったりとか、まあ、幅だったりとかっていうのは、まあ、ジャックの時もそうだったんですけど、全然私板わからないので、私のサーフィンのこうレベルだったり、どういうところを目指してるかっていうのを踏まえて、サイズ感っていうのも全部お任せで作っていただいたので、まあ、ジャックとどういう時に使い分けたりとか、どういう板かっていうのをちょっと教えてもらおうかなと思います。もうあとねちょっとで到着するんで、じゃあモジーズサーフラボの方に向かっていきたいと思います。じゃあ行きます。目いっぱい後ろでいいですか。いや、お任せします。このぐらいがいいと思います。ちょっと、はい、こうやってくっつけた方がいいですか。ちょっとこうやって少し開く、うん、ちょい開きね。大体ね。めっちゃかっこいいんだけど。うわ、ちっちゃいわ、めっちゃちっちゃい。なんか持った時にいつも結構なんだろう、ギリギリなんだけど、肩の部分持つのが、ここがなんかね、すごいやっぱちっちゃくて薄い感じがします。軽いでしょ今回。軽いですね。なんかびっくり、あんなにさ、ペンキで私厚塗りしたのに。どうですか、テンション爆上がりですか。爆上がりです。すごい、自分で塗ったし、あのね、可愛い感じになってるで、今回の M1 ってモデルは、はい、あのね、前のジャックってモデルはコナミ、どっちかというとコナミパフォーマンス系だったけど、はい、今回のはオールラウンドなパフォーマンスモデル、うん、でより多分ね、惚れてるコンディションとかサイズ大きいとかは、あのね、乗りやすいと思います。はい、MPX ってモデルがあるんだけど、そっちがね、はい、フルシングルで、はい、すごくドライブ感が強くて難しいモデルなんだけど、はい、これね、シングルダブルで抜いてあるから、誰でも優しく扱える。おぉ、うん、ありました。バキバキにやっちゃっていいと思います。え、じゃあ基本的にはもうこっちメインボードみたいな。本当ね、あのね、例えば波が大きいときはじゃあこっち使って、波がちょっとちっちゃく垂れるようなときはジャックを使うとか、
あと気分的に、なんかすごく攻めたい時はこっちを乗るとか、あのね、気分と波によって使い分ければいいと思う。わかりました。ジャックだとね、ノーズロッカー、全体のロッカーがね、緩いから取れてくるとやっぱり刺さりやすかったりするから、なんかすごいここがなんかシャッてなった気がします。そうそう、前のに比べるとだいぶね、ここがもうシュッと上がってるから刺さったりしにくくなってこれでちょっと上手くなるように頑張りたいと思います。上手くなるでしょ。ありがとうございます。本当いい、ね、めっちゃ嬉しいです。はい、ということで、今回オジーブランドのニューモデル M1 を作っていただきました。もともとパフォーマンスフィッシュと、あとメインで乗ってるジャックっていうモデルを作っていただいていて乗ってるんですけど、ジャックっていうモデルはパフォーマンスボードの中でもコナミに特化したパフォーマンスボードなんだけど、ジャックを私が最初作ってもらった時って自分自身全然テイクオフもできなくて、全然テイクオフが安定しないっていう時期だったので、まずはたくさんテイクオフできるようになるためにっていうことで、より分厚くちょっと大きめに作ってもらったみたいです。で、これ何回も言うんですけど、本当にジャックに乗ってからテイクオフできる本数っていうのがめちゃくちゃ増えて、で、まあ、次のステップっていうことで、シェイパーさんがね、そろそろ新しいの作ってあげるよっていうことで、この M1 を作っていただきました。で、この M1 はさっきシェイパーさんもお話しあったんですけど、ハイパフォーマンスボードの中でもコンケーブだったり、まあ、作りとしてすごいね、誰でも乗りやすいし扱いやすいハイパフォーマンスボードっていうことなので、まだね、私ちょっと乗れてないんですごいワクワクなんですけど、ジャックに比べると全体的に薄くなったし、なんか細くなったし、なんかシャープになったっていう感じがめちゃくちゃします。で、まあ、私の目標としてはショートボードでバチーンってやったり、シパーンってやったり、こうオグザリップとか、ああいうね、縦のかっこいい動きができるようになるっていうのが目標としてやっているので、まあ、それに向けてこれに乗って頑張っていきたいなってめっちゃ思います。で、まあ、ジャックの時と同様、サイズは本当全部お任せで作ってもらっていて、ちなみに5.9ハーフ、19.8分の1、2と16分の5、26.7リッターって書いてあります。5.9ハーフだそうです。かっこいいね。まあ、今までジャックでどんなコンディション、ちょっとサイズが大きくなっても乗ってたんですけど、サイズが大きくなった時とか、まあ、ちょっと小さくても惚れ気味の時とかっていうタイミングで、この M1 使ってみたいなって思います。しかもね、色までね、ちょっと塗らせてもらっちゃって、本当はエアブラシとかシャーってやるみたいなんですけど、で裏はね、ゆうへいくんにやってもらったんですけど、表は自分でなんかハケみたいなの塗らせてもらって、もうすごいちょっとムラムラになっちゃったんですけど、こう上からね、ちょっとかっこよくデザインしてもらって、もうめちゃくちゃかっこよくなりました。でロゴもう迷ってたんだけど、この丸いやつとこの小川さんのこのロゴをつけていただきました。まだね、この M1 はちょっとカタログに載ってないんですけど、もっとハイパフォーマンスボードのモデルもあるし、ロングボードだったりとか、ミッド、シモンズ、フィッシュとか、それクラシック系のボードっていうのもたくさんラインナップがあるので、オジーブランドをチェックしてくれたらなと思います。まあ、そのカスタムボード以外にも、さっき言ったね、モジーズサーフラボっていうシェイプ工場が東金にあるんですけど、リペアもやってるので、ぜひね、合わせて、オジーブランドのサーフボードと、あとモジーズサーフラボ、概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひチェックしてくれたら嬉しいです。この M1 がね、ちょっと私の仲間に加わって、これでちょっと上手くなっていけるように、本当に楽しく練習頑張っていきたいと思います。ちょっとこのボードね、乗ってる動画もぜひ楽しみにしてくれたらなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。インスタグラムとツイッターもやってるので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。Herb on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Chanel made plays, so they all look jealous. Oh my God, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last dog, you can do better. You ain't got shit on me, homie, that's facts. I just bought a new crib, I buy another for the tax. We ain't in the same league, we ain't in the same